ではレフリーよろしくお願いします。はい、それでは両者よろしいでしょうか。よろしいですか。準備の方よろしいでしょうか。はい、それでは、第11試合始めます。はじめ。コメントはね、カフェビオに頑張ります。わぁ岡本ゼロ、その眼光は全てを青く染める。かっこいい。正面から見るとても眩しいです。このロボットは提案する近藤岳さんの試合機能はぜひの中で初めて見せて限界を見据えてみたいなと思っています。すごい、落ち着いてな。意気込みは読めるようになったんですね。去年は結構ね、一言二言が何してんの今。あ、すごい。何してんの今。捨て身というのはですね、この大技なので1回しか使えませんよ。ワン、うん、だってね、そればっかりやってるからダウンずっと取られないから、そういう理由です。大丈夫。でも今ダウン決まりましたね。青い目がかなり、うん、青い目がね、 LED を巻き光ってますね。観客席に全く見えないのがね、全く見えない。審査員は喜んでます。ワンダウン、青ワンダウンですよ。アメジストの方のワンダウン。同じ動作のことでね、本田岳さんのロボットベースです。ワン、ツー、ちょっと待ってください。リングの上でぶつかっちゃった。これは赤のことですかね。はい、赤、ラッカーボックス、イエローです。イエローを置いてもらいます。はい、部品が落ちるとイエローカードが出ちゃう。じゃあ、気をつけ。ちょっと、まだ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 イエローが出ちゃう。はい、ああいうこともね、結構激しいとあるんです。あ、結構ね、ロボットですからね、頭取れない。頭が取れる。青、イエロー、横にいるときに相手に攻撃をしました。ワンイエロー、ワン、横にいる相手に攻撃したらダメだっていうルールもあるんですが、で、今イエローがあるんですね。落ち着いて。あ、これでタイムアップ。タイムアップです。今やめたんで。